トロンクシーの 3D プリンターである XY3 Pro V2 を導入しました。XY3 Pro V2 の特徴は、BMG のダイレクトエクストルーダーを採用していることや、ビルドテーブルがガラスであること、左右両方の Z 軸にモーターがあること、ヘッド部分を取り外すことができてメンテナンスしやすいことなどです。今回の動画では、この XY3 Pro V2 の組み立てからテスト出力までをご紹介します。届いた箱はこちらです。だいぶ大きいです。開封して中身を取り出します。すべての中身を並べてみたところです。本体、ガラステーブル、プリントヘッド、ネジなどの小物があります。組み立てに入ります。まず、Y 軸のベルトを固定している結束バンドを切ります。ビルドテーブルに貼られている保護シールを剥がします。付属の M4 のネジで本体に上部を固定します。プリントヘッド取り付け部分のネジを一旦外し、ヘッドを置いた後、ネジで固定します。フィラメントのラックを固定します。ガラステーブルをビルドテーブルに乗せ、ネジで固定します。X 軸のリミットスイッチのケーブルを接続します。左右の Z 軸のモーターのケーブルを接続します。本体と上部をフラットケーブルで接続します。FPC ケーブルをプリントヘッド部分に取り付けます。ケーブル両端のバネを押した状態で、コネクタに差し込み、バネから手を離します。電源ケーブルを差し込みます。電源を投入します。最初に、ビルドテーブルのレベル調整を行います。ツール、レベルの順にアイコンをタップし、モード選択でオートをタップします。ヘッドとビルドテーブルが順次移動して、オートレベリングが行われます。オートレベリングが終わると、テーブルの中心の高さを0として、結果が表示されます。テーブルの四隅のネジを回して高さを調節し、結果の最大値と最小値の差が1以内になるようにします。ネジを左に回すと閉まり、テーブルのそのコーナーが下がります。逆に、右に回すと上がります。テーブルの高さを調節しつつ、オートレベリングを繰り返して、最大値と最小値の差が、なるべく小さくなるようにします。次に、ビルドテーブルとヘッドとの間を微調整します。ツールの画面で、Z オフセットをタップします。下の矢印をタップして、ヘッドをビルドテーブルに近づけます。ヘッドとビルドテーブルの間にコピー用紙を入れ、ヘッドを 0.1mm ずつ下げて、コピー用紙が抜けにくくなるところまで、ヘッドをビルドテーブルに近づけます。最後に、調整完了のボタンをタップします。
付属の SD カードに入っていたテスト用のデータを出力してみます。5倍速で再生します。100倍速で再生します。出力が終わりました。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。